はいどうもこんにちはこんばんは、しばです。今回は OBS にリアルタイムの YouTube チャンネルの登録者数を表示させる方法を解説していきます。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。 YouTube のチャンネル登録者数が1000人や1万人などの区切りの時に、生配信を行いながら視聴者さんとその瞬間を迎えたい人もいると思うので、そのやり方を解説していこうと思います。まずはリアルタイムの YouTube のチャンネル登録者数を確認できないと OBS に移すこともできないので、その確認方法を解説していきますが、まずは YouTube スタジオの画面を開いたら、画面左の欄にあるアナリティクスの項目をクリックしてください。次に画面右側にリアルタイムという項目があるので、チャンネル登録者数の下にある現在の数を表示をクリックすると、このようにリアルタイムのチャンネル登録者数を表示させることができます。あとは画面を小さくして、画面隅などの邪魔にならないところに表示させておくのがおすすめです。ちなみに2つほど注意点があるので解説していきますが、1つ目の注意点は、チャンネル登録者数を表示しているページに新しいタブを追加して他のページを開かないでください。ブラウザで Chrome を使用している場合は、画面上にあるプラスをクリックすることで新しいタブを開いて他のページを開くことができるようになっています。ただ他のページを開いていると、 OBS でチャンネル登録者数の画面を表示させようとするときに混乱する原因につながってしまいますし、他のページが OBS に移ってしまう可能性があります。どうしても他のページを開きたい場合は、新しいタブを開いたらタブをドラッグして画面の外に出してあげると、別のページとして独立させることができるので、そのようにして対処してください。ちなみに他のブラウザを使用している場合はやり方が違う可能性がありますが、この方法でできないのであれば自分でやり方を調べて対処するようにしてください。次に2つ目の注意点についてですが、 OBS に登録者数を表示させた後にウィンドウの大きさを変更したり、画面をスクロールしたり、拡大縮小を行わないでください。今はまだ OBS に画面を表示させていないので自由に調整することができますが、 OBS に画面を表示させた後に変更してしまうと、 OBS 側での調整をやり直さないといけないので二度手間になってしまいます。なので今の段階で登録者数が画面の中央に来るように、ウィンドウの大きさの調整や位置調整などをしておいてください。それでは先ほど表示させたリアルタイムのチャンネル登録者数を OBS に表示させていきます。ちなみに自分の場合は動画投稿や配信を行いたい人向けにお悩み相談配信というものをやっているので、その時の画面構成でやり方を解説していきますが、まずはソースの欄のプラスをクリックしてウィンドウキャプチャーをクリックしてください。すると、ソースを作成選択という画面が表示されますが、分かりやすい名前をつけて OK をクリックしてください。今回は分かりやすいように初期設定のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されますが、ウィンドウの項目をクリックすると、使用しているブラウザの名前とチャンネルアナリティクス YouTube スタジオと記載された項目があるので、それを選択してください。ちなみに先ほど注意点として、チャンネル登録者数を表示しているページに新しいタブを追加してページを開かないでと言いましたが、もしも他のページを開いていると別の名前のウィンドウが表示されてしまう場合があるので注意しましょう。無事にチャンネル登録者数が表示されたら OK をクリックしてください。すると OBS にチャンネル登録者数の画面が表示されるので、赤い四角をドラッグしてサイズ調整を行いましょう。ちなみにオルトキーを押しながら赤い四角をドラッグすることで、無駄な部分をトリミングすることができるので、うまく調整してみてください。実際にサイズ調整や位置調整、トリミングなどを行うとこんな感じになりました。ちなみにこの画面内ではテキストや画像などの様々な要素を入れていますが、それらの入れ方も知りたいという人は説明欄に記載している動画リンクからチェックしてみてください。ひとまず OBS にチャンネル登録者数を表示させる方法は分かったかと思いますが、中には白い背景を透過させて登録者数の部分だけ表示させたい人や、文字色を変更したい人もいるのではないでしょうか。まずは白い背景を透過させる方法を解説していきますが、チャンネル登録者数の画面を開いたら、画面内で右クリックして検証をクリックしてください。すると画面右側にこのページの検証画面が表示されます。次に画面右下の画面を確認していきますが、スタイルの項目であることを確認して少し下にスクロールすると、バックグラウンドトランスペアレントという項目があります。この項目が背景色を変更する設定になるので、四角のマークをクリックしてください。
すると色を変更できる画面が表示されますが、背景を透過させるためにクロマキー合成を行いたいので、クロマキー合成時によく使用される緑色か青色に変更してください。すると左の画面の色が設定した色に変化します。無事に背景色を変更することができたら、画面右上にある×ボタンをクリックして検証画面を閉じましょう。ちなみに設定を変更したらずっとその設定が反映されるわけではなく、ページを更新すれば元の設定に戻るようになっています。もしも変なところを変更してしまっておかしなことになった場合は、検証画面を閉じてから F5 キーを押すことでページを更新できるので、最初の状態に戻してから再設定するようにしてください。次に登録者数のウィンドウの大きさ調整や位置調整などを行います。あとそれに伴って OBS 側の表示もずれてしまうので、こちらも調整を行うようにしてください。 OBS 側の表示のずれを調整できたら、登録者数を表示しているウィンドウキャプチャーを選択してフィルターをクリックします。するとこのような画面が表示されますが、画面左下にあるプラスをクリックしてクロマキーをクリックしてください。次にフィルター名を入力できる画面が表示されますが、特に変更することなく OK をクリックしてください。次に背景色に緑を選択した場合は、色キーの種類が緑になっていることを確認し、プレビューを見ても問題ないのであれば閉じるをクリックしてください。もしも背景色に青を選択した場合は、色キーの種類を青に変更してみてください。実際にクロマキー合成を行うと、このように背景を透明化させることができます。ただ文字色と背景画像が似たような色をしていると区別がつかなくなってしまうので注意が必要です。このような時は文字色を変更していきますが、先ほどと同様にチャンネル登録者数の画面で右クリックして検証をクリックします。次に画面右下の画面を確認していきますが、スタイルの項目であることを確認して少し下にスクロールすると、カラー VAR(YTCP) テキストプライマリーという項目があります。この項目が登録者数の文字色を変更する設定になるので、四角のマークをクリックしてください。すると色を変更できる画面が表示されますが、 OBS で使用していた背景が青色だったので、今回は目立ちやすい白色に変更します。あとは背景色を変更した時と同様に×ボタンをクリックして検証画面を閉じてください。そして次に登録者数のウィンドウの大きさ調整や位置調整などを行い、それに伴って OBS 側の表示もずれてしまうので、こちらも調整を行えば文字色を変更して背景透過させた状態で表示させることが可能です。ちなみにチャンネル登録者数という文字の色も検証から変更できるようになっていますが、検証から修正するよりも OBS でテキストとして入れた方が早くて見やすいので、そのようにして対処してください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、ギアティクスというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。